渡しといていいかな。はい、ありがとうございます。少々お待ちください、はい。向こうで笑ってはりますけど、ね、ちょっと待ってください。奥さん、そうです、そうです。はい、他人です。元は他人です。明日から他人です。もう一人いてはったのはあれですよね。え、娘さん、娘は息子もおります。中に娘さんですよね。今ちょこっと来てた細い子、娘です。ですよね。めっちゃ似てますよ。おります。奥さんにめっちゃ似てました。結構言われますね。僕そっくりな息子はいます。ああ、そういうこともあるんやろね。だから男は男、女は女で、はい、すいません、お名前を。藤原和彦です。藤原さんです、ね、はい。メンバステ、はい。これ始めようと思ったきっかけを教えてもらっていいですか。はい、まあ、ラーメン屋さんで修行をして、まあ、3年間かけてスープを開発して、はい、その後、まあ、あのコロナ禍で、まあ、このバスが出てきたので購入して始めようと思いました。なんでバスなんですか。私はバスと旧車が大好きなので。はい、知能はないですけど、まだ他にもバスも置いてますし、旧車も好きなんで、はい。聞くところによると元々は車屋さん。そうです、はい。で、ここの営業日は土曜日だけ。はい、そうです。車屋さんが休みの土曜日だけ。いや、車屋さんもやってます。やってるんですか。はい、終わってからやります。なるほど、はい、休みなしで、はい、じゃあやってるわけですね。はい。ちょっともうさっきご質問になったんですけど、はい、麺特徴的ですよね。なんかそうめんぐらい細くないですか。はい、すぐできるように提供時間を早くするために。はい。あ、そういうことなんですね。はい、基本はイベント出店の店なので、あ、すぐ出せるように。なるほど、はい。もうイベント出店ありますんで、はい、どの辺ぐらいまで行かれるんですか。姫路市内も行きますし、徳島県内全域、あと許可があるのは、神戸市、尼崎、西宮市以外は行けると思います。ああ、なるほど、はい。まあ、基本兵庫県内。そうです。これが動いて走っていくわけですね。はい、そうです。動いとったところ見てみたい気はしますけど。行けますよ、はい。それは何か条件とかあるんですか。いや、要相談です。あ、要相談で、はい、まあ、はい、気軽にちょっと一回声かけてもらって、そうですね、はい、わかりました。はい、こんだけ詳しい取材はブドウちゃんより早い。ありがとうございます。はい、ということで、はい、今日はメンバーステ藤原さん、はい、お話をお伺いしました。ラーメンも美味しくいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで、バス停さんね、マジかマジでうまかった。ナンバーついとるから、これでイベントそのまま行けるらしいし、まだこっちにもね、あるんで、なんか白い方を食堂みたいにするっていう計画もあるそうで、よかったら、イベント兵庫県内やったら結構、まあ、西番地区、東番地区、豊岡、あっちの方やったら行けるんかな、あっていうのと、土曜日だけですけどここやられてるんで、まあ、姫路に来られて、土曜日に姫路来られる際はやって寄っていただければ思います。ほんまにうまかったんで、次味噌ラーメンとかちょっと気になるんで、また今日改めて来ようかなと思います。ということで、メンバーステ行ってみました。